さあ始まりました、あなたのこと歌っていいですか。白川達也でございます。今日は東さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は東天満に来ましたけれども、大都会ですね。そうですね、もうビルばっかりで、ね、オフィス街って感じですけども、箕面から来た身としてはちょっとねビビるんですけれども、今日はそんな東天満で、あの薬を使わずに患者さんを見るというドクターがいらっしゃるということで、ちなみに東さん、なんか健康不安は大丈夫ですか。健康不安今のところ、まあ、あのバッチリなんですけども、ちょっと最近バタバタしながら、あの顔色が悪いのは仕方ないかなと思いますそれもちょっと後で相談できたりしましょう。顔色悪いですけど、お願いします僕は全く元気ですね。素晴らしい。何が病気というと何やろ。まあそうですね、ほんまに何もないわ。もう体調ね、元気そのものなんで、ちょっと不安がある方とか、今日ね見ていらっしゃる方の中でもいらっしゃると思うので、そんな皆さんにもちょっとこう解決するような糸口とか、あ、三浦先生に相談してみたいなっていう参考になったら嬉しいなと思いますし、そもそもお医者さんに、ね、なるこの過程というかね、人生どうやって歩んでこられたかっていうのをしっかりとお話を聞いて、そしてギターで歌を作っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。行きましょう。今日は暑いっすね。今日真夏やで、これほんま。さあこちら東天満ビル、早速行ってみましょう。立派なビルですね。すごい。ここの9階に三浦クリニックさんあるということで、ねえ、うわ立派なビル。行きましょう。緊張するな。さて本日のゲストです。本日のゲストは三浦クリニック院長の三浦直樹さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。先生、僕お会いしたかったんです。ほんまにあの YouTube をめっちゃ拝見してるんで、もうなんか芸能人に会ったみたいな感じでございます。そんな芸能人じゃないですけど、ただのおっさんです。いや、そんなことないですよ。もうあの先生のお話し方がすごく優しくて、で、あのもう一つ感動したのが、あのこのドラちゃん、あのよく先生の YouTube では、ね、後ろに背景でね、ドラちゃんのお話もされてたが、そうですね、まあなんか病気のことも含めてなんですけど、はい、いろいろ夢を叶えようとしたら叶うよっていうようなお話を。なるほど、うん、そうですね、うん、そのあたりちょっとめちゃくちゃ聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、まず先生、三浦クリニックっていうのは先生、あの何かとかで言うと何になるんですかね。何かか分かんないですまあ僕はよく聞かれたら、何でもありの何でもないかって言ってますけどありでないかで一応ないかなんですけど、ね、ないか、うん、でも、うん、精神の病気の人も来るし、はい、いろんな人が、あの就職に悩む大学生とかが来たりしますしそんなパターンもあるんですかもう精神科じゃないけど、悩み相談みたいなところ。そうです、何でも、うん、まあ、一応内科という括りですけども、本当にいろんなことを見てあるってことですね、うん、そうですね。なるほど。で、普段のじゃあ診察のご様子っていうのはどんな感じなんですか。なんか治療するとかいう感じ。治療はね、点滴の治療とか、うん、針の治療とかね、はい、あのいろいろやるんですけど、僕も針持ってるかな、あ、今持ってないわ、はいはい、あとで、うん、僕はでもあのお薬を使わないがんのを治したり、薬は使わないことはないんですけど、あ、はいはいはい、あの僕は鍼灸とか、うん、整体とか、はい、ヒーリングとかをいっぱい習ってきたので、はい、そういう治療を合わせてやっていくみたいな。そういう、なるほど、そういう治療ということで、ちょっとそんな三浦先生のちょっと人生をちょっと紐解かせていただきたいんですけど、今の話につながるちょっと遡らせてもらって、まずご出身はどちらですか先生。大阪です。あ、大阪、何市か聞いていいですか。うん、いや、大阪市の、大阪市、うん、鶴見区っていう超下町で、はいはいはい、毎日、はい、花博でやんちゃして遊んでます。花博でやんちゃできます先生。いや、釣りしたりザリガニ取ったり。へえ、うん、割と自然の多いところに育ったって。街中にしては自然の多いところで、うん、え、ほんまに大阪の人間なんていうぐらいの遊びはやってましたね。じゃあ小学校時代の先生はどんな少年でした。三浦少年は。三浦少年、はい、でもやっぱ変わってましたよ。どういうふうですか。ね、先生にはすごい嫌われてましたね反抗するって感じですか。反抗っていうかね、はい、小学校4年生ぐらいに、はい、昔よく反省会とかってありました。今日のこの1日を、はいはい、
で人生反省して良くなる人なんかいないんで反省会やめましょうって言ったりそんな言ったんですか学級会もなんかもうみんなで笑いとこ探ししかせえへんから、はいはいはい、こんな意味ないですやんとかって言って、うん、結構すごい生徒さんですねなんかでへえでもう三浦そんな言うなよみたいな感じで言われたり、うん、言われてて、うん、でなんか文句言われたらもう屋上寝てるみたいな反骨精神というかなんのでもすごいし意味があるのかなないのかなって考えちゃうんですよ、うん、めっちゃ賢いですよねある意味もあの言われたことをやるんじゃなくてなんかこう自分の意思というのがはっきりされてた、うん、だって小学校の時とか中学校の時に学んだことあの学んだことって今の人生の何かの役に立ってるかっていうと何のまあ確かにそうですね先生ほんまそうですでもそれを大人になって気づくのは分かるじゃないですかでも4年生でもこれ先生人生4回目ぐらいちゃいますかもうお父さんこそ お医者さん系なんで全然違う普通の家に育ってて父親はあのプラスチック工場の超体育会系の親父だったんです、はいはい、波小学園野球部っていう、はい、張本さんの一個上張本さんはい世界の、はいうん、だから超体育会系で、はい、ちっちゃい時はもうずっとめっちゃ野球させられてて、ねはい、でみんな来る前に1時間走っとけとかそんなノリで育てられてたんですよね、はいはい、で20歳で今の三浦家っていうお医者さんの家に養子に行ったへえなるほどなるほどそういう少年でで小学校からまあ中高となります中高はどんな三浦少年やったんですか中学はね、はい、僕は鹿児島のラサール中学っていうとこめちゃくちゃ賢いとこじゃないですかラサール父親は僕を野球選手にしたかったんです、はい、なるほどなるほど、うん、で母親は医者にしたかったんですでそれで2人が戦った結果、はい、母親が勝ったってでお医者さんに褒められたそれで少年野球からいきなり毎週塾に行くようになったっていうちなみに何大学お聞きしてますかじゃあ兵庫医大兵庫医大っていうところ、うん、兵庫医科大学あの向こう側ですねあ向こう側分かります分かります、うん、兵庫あの高速の総員のところですねそうですそうですで大学生になって関西に帰ってこられたっていうそうですね大学行って、まあ、あと卒業してから北海道に住んだりえそうなんでですかんなんでですかあ北海道行きたかったんですでもいや行きたいの先生分かりますよそれ住むどの辺住んではったんですかログハウスに住んでました北海道のどちらですか旭川旭川にどのくらい期間住まれたんと2年ぐらいいたんじゃないですかねただ冬場はね、はい、僕大阪で1週間仕事して、はい、で1週間ぐらいかけて北海道まで行くか、はい、北海道に行って1週間遊び回るかっていう生活をしててああ2拠点生活みたいな感じですねそうですそうですその北海道におられる時は何をしてはったんですか庭にログハウスを借りてたんで庭にキャンピング施設があったんです、はいうん、であの焚き火ができる施設があって、はい、で一人でやるのもあれだから、はい、街中に出て、はい、街中出て観光に来てる人に、はい、一緒にご飯食べへんってナンパしてナンパしてそれ嘘でしょ先生いやほんま聞いてくれるんですか結構聞いてくるんだけどそうめっちゃ怖いじゃないですか一緒にバーベキューしようって知らん人にただで止めたるしって言って、うん、それ男女問わず男女まあ男子が多かったかなあ女子も時々ありましたけど、ね、で友達もみんなしょっちゅう遊びに来てたから大阪からねその友達になった子に、はい、いつでも泊まりに来たらいいからって言ってて、うんうん、で僕1週間後に北海道行ったら、はい、知らん人がいっぱいもう来て泊まってバーベキューしてるわけですよえもう鍵開いてるんですかで僕が行ったら、はい、誰ですかって言われておかしいっすやん先生の家やのに、うん、家主ですって言ってそしたらあそうなんですかみたいなそうすえほんでそこからに、当クリニック三浦クリニックさんは何年前に開業14年前今度8月が来たら15年目に突入で
じゃあ、もうちょっとタイムラグあります？その、北海道生活しててから三浦クリニックさんまでは。うん、あの10年ぐらいありますね。それはその何があったんですか、その10年は。いや、だから遊んでたんです。先生めっちゃ遊ぶのうまいというか、なんかすごいアクティブですよね。まあまあやりたがりなんです。やりたがり、それどういうことですか。いや、なんかやってみたいんですよ。あ、なんかこう自分興味持ったことがあったら楽しそうやなと思ったら、うん、とりあえずやるみたいな。へえ、今までなんか他にもあります？なんかこんなことやったことあるで。何やってたかな。カヌー乗ったり。カヌー、へえ。四万十川に行ってカヌー乗ったり。はい、お、高知。はい、うん、そんなんはしてましたね。キャンプは結構いろんなとこでやってるし、うん、まあ、あとはここで料理教室をやったり。え、この当クリニックですか。うん。料理作れるとこあるんですか。なんか、いや、ここでやるんですよ。先生、ここからはですね、はい、ちょっとあの 病気というか、ちょっとその、うん、割と専門的なところをお聞きしたいんですけど、はい、あのそのまず統合医療、先生ホームページで統合医療、自然医療って書いてたんですけど、これはどういったものですか。まあ、どういったものというかね、僕は西洋薬は否定しているわけではないので、西洋薬もやりながら、ただまあ過激な医療をしすぎないで、やっぱり副作用があるような治療もいっぱいいるので、はい、うん、それにあのいい食事とか、うん、漢方とか、はい、あの生活習慣の改善とか、うん、そういうのを加えながら、はい、あとはうちではあのビタミン C の点滴とか、うん、あのオゾン療法とか、うん、そこにもあるんですけど、酸素を吸入してもらうとか、はい、そういうのを加えながら、うん、トータルで合うものをやっていけばいいなっていうだけで、うん、西洋医学の先生方はやっぱり三大療法っていう、はい、あの手術、抗がん剤、放射線療法しか進められないんですけど、やっぱり僕は一番はメンタルだと思うし、うん、はいはい、そこからできるいろんな自然療法を加えて、うん、で、あの生活習慣を変えてもらうっていうことの方がよく治るっていうことです。うん、はい、それを総称して、まあ、先生が統合医療と呼び、まあ、言葉としてはね、うん、でも多分僕と同じことする人いないと思うんですけど。そうなんでですか。あのそんなことを学んでる人はいないんです。だから先生が多角的にいろいろ学ばれてるからこそできる、うん、僕は、うん、あの心理学とか、ね、神経、はい、あの生態とか、はい、いろいろやっているので、うんうん、それを全部組み合わせてやっていくんで。なるほど、うん、だから大きい病院だったらよく言われるけど、はい、3分5分診療であれですけど、はい、うちはもう初心の人は30分しゃべりますし、メンタルのとこからやっていくので、うん、それは先生やっぱりその人間の病気になったり、まあ、ちょっと体調崩すときはもう心のバランスっていうのがすごくやっぱり大事ってことですか。もう基本はそうですよ。あ、そこから体に、僕は思ってます。へえ、心から体に来る、うん、ストレスがあるから症状が出るっていう考えなんでね、うんうん、だからその心の問題をね、はい、まあ、僕ら日本人、まあ、世界の人もそうですけど、はい、まあ、3歳ぐらいまでに両親からああしなさいこうしなさいって植え付けられて、そこから外れたりするとストレス感じて、それで交感神経っていうのが優位になって血流が悪くなって病気になりやすいんですけど、まあ、別に今の日本やったらね、ええんちゃうのって。今の時代はね、自ら犯罪を犯さなくて自ら命を絶たない限りは何やってもいい国なんで、はい、うん、せっかく今の時代の日本を選んできた、だから、うん、やりたいことやったらっていう話をよくしますね、うん、で先生、僕これが一番聞きたかったんですけど、先生あの YouTube 拝見してて予祝、これ予祝っていうのをちょっと詳しくお話聞かせていただいてもいいですか。まあ、僕はそのたまたま翡翠小太郎さんとお友達だったんで、一緒に何回か講演会させていただいてるんで、まあ彼が予祝っていう言葉を使い出して有名になったんですけど、まあそこにも予祝の本がありますけどね。あらかじめ祝うと書いて予祝ですね。ネガティブなことを考えるよりは楽しいことを考えた方がいいよねって。過去は考えられないし、未来の不安なことを考えてもしょうがないから、どうせやったら楽しいこと考えてそれを引き寄せた方がいいよねっていう話ですね。
出来事は変わってくるので、はい、コロコロ変わってもいいんですけど、うん、あれやりたいこれやりたいっていうのをちょっと自分でリストを作ってもらって、はい、できたらこう紙とかにノートとかに書いていただいて、うん、あの自分が達成してるイメージを考えていただくっていうのと、はい、人に言うってのも大事で、人に言う、うん、あこれやりたいねんとか、うん、やるかこれやんねんとか、うん、これしたいねんとかっていう、うんうん、そしたら協力者も出てくるので、みんなでやった方が早く達成するんで、確かにこういう人知ってるよとか、うん、そう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 、そういう、あ、なんかの、あの先生の拝見して脳っていうのは時系列をあんまりこうなんか把握してないから、そうですそうです、ね、っておっしゃってて、なので例えば楽しいことを考えたりしたらそれが未来のことなんだけども今と勘違い脳がする、そうそうそう、ね、ちょっとね顔がにやけるぐらいのね楽しいことを、うん、その瞬間に考えていただくっていうのが大事、自分を縛るルールを結構作ってしまう人がいるので、どう例えばどういうことですか、いやこれ食べたらあかんとか、あ、うん、でもお医者さんから言われたらちょっとそうなる、いやまあそれはねある程度言うんですけど、うんうん、そんなん 100% 絶対無理なんで、うん、考えすぎない方が逆にストレスかからない、まあ緩く考えても70点でいいよっていつも言うんですけど、なるほどなるほど、うん、いや僕も食事療法はずっとやってるから、はい、厳格な食事療法の指導はできるんですけど、はい、でももう現実はできないのでみんな、あ、もうそれもう、もうものすごい制限になっちゃうんですね、うん、だから、うん、それをせねばとか、うん、これを食べねばってやっちゃうと、うん、かえってストレスになって、うん、体に悪いから それ難しいですねそのストレスの、いやだから脳を喜ばせる食事っていうのも時々は必要なんで、なるほど、ヨーロッパの方とかも行かれたりは、イギリスとオランダぐらいかな、うん、あ割とじゃあアメリカ北米とかそっちの方がお好き、そうですね、だから最初はそのネイティブの人の考え方に興味があって、だからあの観光っていうよりは現地の人と喋りたかったんです、 で あと北海道にいたのでアイヌの人の考え方とか、ああの自然と自分たちは一体になっているっていうような思考がすごく好きで、その話を聞きにいたかったんですね、うん、だから、うん、あの自然を守るような儀式とか、はい、まあ、例えばさっき言ったみたいな漁をしても、うん、アイヌの人とか、うん、ネイティブアメリカンの人とかはちゃんとこう動物を捌く前に祈りを捧げたり、うん、とか、うん、あの食べる以上の過剰な狩猟は やらないとか、うん、そういう、そうそうそう、そういうのが好きだったんですね、なるほど、じゃあ観光というね、またそれもなんか一つ勉強されに行ったみたいな体験でしたね、うん、だから、うん、やっぱり自然とどう付き合うかって、僕も今もずっと釣りしてますけど、はい、まあ、自然とどう付き合うかっていうのはねすごい大事やなと思ってます、え、そうそう、でそのさっきのね先生すみません話変わりますけど、あのお写真をねちょっとこの写真クラブ会長されて、これね僕さっきちょっと拝見したんだけど、これ先生が全部撮られたんです、はい、めちゃくちゃ迫力ある、これアラスカのクマ、はあ、すごいもう絵はがきみたいな写真撮られますね、ありがとうございます、上手ですね、これもう、あ、別にあのあれですか、その習ったとかじゃなくて思うがままですか、全然習ってます、へえ、ちょっとレオナルド・ダ・ヴィンチみたいな人ですねOK です、じゃあ最後の質問で、はい、先生その前に音楽はお好きですか、あの聞くことはほとんどないんです、いや、あ、え、どうですか、歌う方、いやいや楽器は触るんですけど、そうかそうか、はいはい、だから楽器用の音楽は聞くけど、はい、なんかあんまり歌番組とかは見ないです、だから、うん、今の歌手の人の歌とか全然わかんないです、ちなみにその学生時代とかでお好きやった方っていらっしゃるんですか、よくその時聞いてた、その時は誰が好きやったかな、優雅団、あ、はいはいはい、木村さん、うん、はい、よくライブ行ってました、へ、あ、割と男臭いというか、うん、なんかねこうフォーク、アコースティックな感じ、面白かったかな、あ、なるほど、
ちょっと今日言う方になるかわからないですけどもこの先生の話を 100% 抽出して今からちょっと曲を作らせていただきたいと思いますので、じゃあ最後の質問します、三浦直樹さん、あなたのこと歌っていいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ先生の歌を作らせていただきます。完成しました。イエーイ。もう先生のもう心に残ったことがめっちゃ多すぎてもう だいぶ苦労しましたけど先生の三浦先生のなんかこう思いとか今日語って教えてくださったことをまとめて歌にしました。はい、ちょっと聞いてください。はい、お願いします。お願いします。幼い時大人たちに問うた反省の意味、心のまま縛られることなく歩む我が人生、この目で「もっと広くてもっと自由だから」「根拠なんてなくてもいいからさ」「自分らしく生きて心の中荷物を片付けて」「肩の力やりたいことをやるために君は生まれてきた。白髪やシワが増えるように変化も受け入れてゆけばいい。楽しいこと果てしない大空へ。どこでも行けるそのドアは君の手に。ありがとうございます。いかがだったでしょうか先生。いや、素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと曲説明させていただいていいですか。はい、幼い時に大人たちに通した反省の意味、これはもう日頃から疑問を持たれてたという小学生時代の話をちょっと入れさせてもらって、で心のままになんかこう先生に縛られることなく自分のなんかこう思うままに生きてる歩む我が人生、先生の人生やなっていうので入れさせてもらいました。でこの目で見た世界はもっと広くてもっと自由は、先生が海外に行かれたり北海道に行かれたりした時に、多分この大阪のこのコミュニティじゃないところの世界の広さっていうのを教えていただいたんです。それをで、サビはもう根拠なんてなくても根拠なくてもいいから自分らしく楽しく生きなさいっていうのをおっしゃってたんで、それを入れさせてもらって、でやりたいことをやるために君は生まれてきたんだよっていうメッセージと、あとこれ2個目のサビは絶対入れたかったのが、白髪やシワが増えるようにこの自分の変化、体の変化も受け入れていけばいいんだよっていうのをめっちゃ僕うわーって思って、あ、そうなんかと。病気っていうのは特別なものじゃなくて、そのなんていうかな、
そういうもう経年劣化、まあ、機械で言うと経年劣化からそれも受け入れていこうよって、うんうんうん、で君を縛るものはもう解き放って、自分自身が縛ってるんだからそれを解き放ってもっともっと自由な空へ、で最後はドラちゃんを入れました、どこでも行けるそのドアは君の手にあるんだよと、だ自分が考えてやれば絶対どこでも行けるからっていうのを先生に今日は教えていただいた気がしました。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。いや僕もね、はい、あの実は、はい、さっきちょっと養子に行ったことありますって言ったけど、うん、うちの母親が祇園町の舞妓さんで、あ、お店があって、うん、そこの経営を2年ぐらいやったんです。え、先生がやられたのか、はい、そんな前昼夕方までここで診察して、はい、夜祇園町でお茶屋さんやるっていうめっちゃ移動も大変やし、移動も大変やけど、うん、その舞妓さんとのお付き合いっていうのが、はい、もう向こうは伝統的なやり方があるんやけど僕全然分からへんとやってたから、うん、めっちゃ怒られたりして大変やったっすけど、うん、まあでも面白い体験でしたね。いや本当になんかいろんな経験されてますね。いやいやいや、でもなんか先生はそれを全部なんかサーフィンのようになんか楽しんで乗り越えてはるなっていう印象があった。祇園町のあのしきたりはきつかったですその先生が言うからよっぽどないですね。ちょっと最後の質問になりますけれども、はい、先生はなんか今後の展望とか目標みたいなのってありますか？いや実はないんです。あ、ない、ほう、まあ日々淡々と本当に、うん、あの患者さんのためにできること、あとはもう毎日自分が楽しいことをやっていったらいいかなと思ってるだけで、まあ趣味はねさっきも言いましたけどいっぱいありますけど、その時その時にあの友達に誘われたら行くみたいな感じなんですけど、はい、うん、あの釣りに行ったり山登ったりカラオケ行ったり飲みに行ったりとかそんなことばっかりやってます。なるほど。ということはこれからも人生を楽しんでいくっていうのが、うん、まあ一日一日、なんかね昔はね、うん、特殊な趣味結構やってたんですけど、はい、今はやってないですね、うんうん、いやこれはもうぜひあのちょっとねお悩みある方は先生にご相談、なんか お話しするだけですごい心が楽になるというか、やっぱこの先生の人柄の素晴らしさやなって思いますし、なんか僕も好きになってもらうね、まあ、アーティストなんでなんですけど、でも僕こんな僕がもう先生のこと大好きになるぐらい本当に楽しい時間でしたし、まだまだいろんなお話を聞きたいなと思いました、はい、本当に。なので皆さんもぜひ、三浦クリニックね遊びに行っちゃおうわ、まあ、ご相談しに来て、はい、あのうちのショップがすぐそこにあって、はい、いろんなも食材とか、はい、あとこれも僕自分で作ったんです。先生がご自身でですか？はい、これなどパワーストーン、パワーストーンだ、これルチルですね。ルチル普通に買ったら結構いい値段ですよね。そういうのもやってある。だあの別に診察じゃなくても買いに行くだけでも大丈夫。大丈夫ですよ。やし、あと5本もね著作がいっぱいありますの で, そうで YouTube もね、先生の YouTube もぜひ、めちゃくちゃもう語り口が優しくてもう見てるだけなんか癒されるようなそんな素晴らしい YouTube もありますので、ぜひ拝見していただけたらなと思います。というわけで、今日は三浦クリニック院長の三浦直樹さんにお話を伺いました。先生長時間ありがとうございました。ありがとうございました。